アラ君は、アラ君なんか女の子にこう厳しそうよね。どうなの？厳しそう。すごい仲いい時はすごく仲良さそうだけど、なんかちょっとこう筋違いなことになるとすっごい、ね。磯子さんさすがっすね。わかりました。出るんじゃない。なんかそれは違うだろうっていうところに急に厳しくなりそうよね。すごいですね。まず、うん、お前って言われるのが俺だけなんですよ、女の子に。ほうほうほう。お前と、うん、この指差し、指差し、うん、あともう一個、うん、これですあ頭叩かれるのは本当に嫌で。なるほど。アラさんルールがこれを取り扱い説明書として言ってくれたらいいけど、昔あったバーでの話なんですけど、すごくちょっと お前さっていう女の子やって。これ待機ね、もう待機ね、俺で俺ね、お前さ、いいんすか、いいんすか、じゃ飲んでます。お前さあれだよね、本当にお前マジでいい加減にしろよ。かわいいね、最近ずーっとダーツで俺の様子を伺うんですよ、こいつは。本当に、優しい、でこのまま優しい、本当にそっちか、これ後から聞いたら本当に危ない時は止めるけど、酔っ払ってたらほっとこうみたいな、俺知らねえぞっていうダーツじゃないですね、うん、一応アンテナはアンテナ張りながらのこうすごいいいやつじゃん、めっちゃいいやつじゃん。視聴者ほとんどこっち持てろこっち持てろって思ってる。最悪だよね、うん、じゃあもうあの無礼なのが許せないのね。そうっすね、そうっすね、うん、礼儀にかけろというか、そうっす、そうっす。だからお前さみたいな、うんうん、女の子よりもアラさんって呼んでたやつが飲んだらアラくんとか言ってこうなんかもうアラくんとか言って言う。これ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 、かわいいかわいい。本当はアラさん、アラさんって。じゃあもう一回やってみ。飲んだらだってさ、アラくんアラくんだってアラくん、なやだ、なにこれ、なにこれじゃない。もう付き合ったらここ男の後輩のタメ口は許せないですけど女の子の後輩のタメ口は大好きなんですよね逆に、あ、アラさん全然飲んでないんだけど、お、ないわ、これアラさんないわな、あ、うわ、みんな飲んでんのに、うわ、アラさんないわ、はい、全然飲んでない、もうなしだね、俺だって、俺これだってもう3杯目一気してるんですよ、ほら、全然飲んでない、なしだね、うん、その時の俺いや、いいじゃん、それは別にさ、それぞれ飲めばいいじゃん、いいじゃん、これはなしでしょ、一人歌役ね、一人歌役ね、続くわよ。カズコもう起きろよ、もう1時だよ。